SDGs 人名録のコーナーです。今日は4回目の登場になります。江別の株式会社北翔代表取締役清水親幸さんにお越しいただいています。清水社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あの SDGs の出会いとところを前回はお話聞きましたけれども、やはりいろんな会社にも私インタビューさせていただいてるんですけども、まあ、それぞれ SDGs をどう活用していくかっていうことが、はい、まあ、思い考えがあるんですけれども、社長、やはり清水社長は経営者としてこの SDGs と雇用っていうものを非常に強く、はい、まあ、1回目からずっとお話しいただいてると思うんですが、はい、社員に対する思いっていうのは、はい、やはりかけがえのないものがありますよね。はい、うん、そうですね、うん、責任という思いがありますよね、はい、何年か前だったかな、僕、いろいろと雇用環境を改善していこうと思った時に、はい、思うきっかけとなった時にがですね、この彼らたちに皆さんに、退職が来た時に、はい、家族がお父さん、あの会社に勤めててよかったねって言ってもらえるかどうかってことを想像してみました、はい、言ってもらえる会社なんだろうかって。まだまだうちで退職する人は当時いないし、うん、今も今65で退職する人はまだまだ程遠いんですけど、はい、でもそうやって言ってもらえる会社なんだろうか、うん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 、今は全然無理だなと思いました。その時10年ぐらい前ですね。もうそれ全然無理だって、はい、でもそうなっていかないとダメだなって、うん、そういう会社に目指していかなきゃダメだなって思ってコツ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 と取り組んできたですね、はい、いっぺんにできることってないんで難しいので、うんうん、はい、今できること、うん、今だったら今すぐできること、今年できそうなこと、はい、というのを毎年毎年打ち出していって、うん、で役員会で揉んで、うんうん、で社員のもう意見聞いて、そしていろんな取り組みを素晴らしいコツコツと、うん、してきましたね。まあ、うちもラジオ局なんですけどね、はい、やっぱり非常に辛くて遅くまで仕事をするみたいなイメージがあって、はい、うちの会社もだいたい27、8年になるんですが、もう30何名ぐらい辞めてるんですよ、はい、だったら5、6人の会社が、ですからそうやって考えると、この離職率の多さっていうのはやっぱり会社自体のあり方とかやり方、うん、雇用の問題いろいろあるんだなと思いながら、はい、何かこうね、試行錯誤してきた私も社長人生だったんですけど、はい、清水社長も何か思い返すとどうですか。同じく共通してあります、うんうん、心を同じくして一緒に仕事始めた、はい、役員さんだったりしても、やっぱ経営に関する理念というか、うん、考え方は全く違うっていう人がよく、やっぱり同じ人間じゃないですから、はい、みんな人間違うわけで多様な考え方持ってるわけで、うん、そうするとやはりぶつかるったり、はい、選択が全く違ったりするわけです、うん、これをやっぱこういうことを何度も悩みました、うん、で社員もやっぱり価値観が違ったりする、うん、また生まれてきてから今まで の生きてきた環境もによってもやっぱりいろいろ価値観違うと思うので、はい、そうするとやっぱぶつかったり、うん、理解してもらえなかったりするわけですね、うん、でそれを丸飲みしてしまうのがやっぱり僕はどうしてもできなくて、うん、別々にするっていうのがなるのがやっぱりふさわしいのかな、幸せなのかなというふうに思って、やめていくっていうことに対してあまり嫌なんですけど、すごく恐怖ではあります、うん、でもそれを噛み締める、うん、噛み締めていた方がいいんだなと思ってるんですよね、うんうん、辛いです、辞められるってことは。そうですよね、経営にも影響しますから、はいはい、すごく辛いんですが、うん、でもこれも噛み締めていくしかない、うんうん、社長も先ほどおっしゃってましたけど、社員に選ばれないような会社がお客さんに選ばれるわけがないこうおっしゃってましたけど、はい、そうですね、うん、社員のことを考える今中でですね、考える中で、はい、やはりお客さんへのサービスっていうことも、はい、もう大切なことですけど、お客さんに選ばれるってこと大切ですけど、社員に選ばれる会社になってなくて、うんうん、お客さんにどう選ばれる会社になるんだ、はい、社員が使ってくれないような会社で、うん、お客さんがどう使ってくれるんだ、うん、それにはきっとオブラートでぐるぐる巻きにされた何か違ったものを見せて選ばれてるような状態にしてるだけであって、はいはいはい、
社員が本物を知ってるわけですよね、うん、本当の姿を、本当の会社の中を、はい、うん、その本当の姿を知ってる社員たちが自分たちをどう思うか、うん、そういう中でそういう環境だったとしたら、事業計画作りました、うん、としたらみんなは何だった、やらされるですよね。あ、そっか、結局やらされる、何でもやらされる、うん、だけの環境、あの関係にしかならないですよね、うんうんうん、それを崩してみんなで向こうに向かっていこうよってするのには、うんうんうん、やっぱりお互いにお互いのことを考えれるというか、僕らのことを考えなくてもいいですけど、僕らはやっぱり社員のこと、人たちのこと、社員が、あの社員の生活、うんうん、うん、そして退職後、うんうんうん、その時にどう暮らしていかれるのか、なるほど、幸せなのか不幸せなのか、うちに勤めてたら、ま、問題だったな、あ、お父さんあんなとこ勤めてなければよかったのにと思われるのかどうかってすごく大事なことだと思う、はい、そういうことを考えながら一気にできることはないので、コツ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 と、うん、あのやれることをやってきてますね。そうですよね。だから、うん、もちろんピラミッド型の大事な部分や、あのもありますし、はい、スクラム型で横並びでみんなでじゃあ経営方針を社員と一緒に考えようっていう会社もとても増えてきてますもんね、はい、そういうやり方もしていく方がなんか経営に参画してるような、はい、自分たちの会社だ、俺たちの会社なんだっていう、はい、きっと強くなってくるかなという気がしますよね、うん、なんかあの北昇さんは非常にこう SDGs が あったから今こうあるわけではなくて、もともとの清水社長と北昇さんの理念がどっちかというと SDGs が出てきた時に、あ、これもこれもこれもうちの理念と一緒だっていうのがありますよね、きっと。ありますね、ね、はいはい、出てきたから何か始めてるわけじゃないんですよ、うん、ここはだからほとんどの会社も皆様の会社の経営理念や社是を見た時にきっと17の目標に近いものが通底してると思います、ね、あると思いますね。そっから始めれるんですよね。そうですね、うん、あの経営理念もやっぱりいろんな考え方あると思うんですが、うん、その本当にしつこくしつこくしつこく考え抜く、うん、それも考える視点がお客さんだけしか向いてないとか、従業員だけしか、お客さんプラス従業員しか向いてないとか、はい、それがそういうケースが多いのかなと思うんです、うんうん、僕未来から見る、バックキャスティングで物を見て、ええ、自分の会社だって自分の生き方であったり、社員の生き方だとかをバックキャスティングで見て、面白い、うん、でどうあれば今だから今どうあるべきかって考える、うん、だから未来がどう、未来から見てどうなのかっていうこと、なるほど、うん、その視点が経営の中に入っていかないとどうなんでしょう、確か選ばれないんじゃないかなと。僕 SDGs で、うん、はい、やって本当に最近やってきて、うん、最近すごく良かったなと思うことが実は一つあるんですけど、はい、教えてください。内定を出させていただいた高校卒 の予定の方が、はい、その方がうちを選んでくれた理由に SDGs を取り組んでるからなんでした。すごい、それがびっくりしました。素晴らしい。今高校生は、うん、探究学習という中で SDGs を勉強されてる方ってすごく多いですよね。はい、毎年毎年すごく増えてきてます、はい、その探究学習で思考力とか、うん、判断力とか表現力だとかを養っていく勉強してる人たちが、はい、SDGs で学んでいく、そうか、その人たちが社会に出てくる、うん、これってワクワクする反面、はい、怖いですよね。確かに大人が試されますそれは恐怖でもありながら、はい、ワクワクでもありながら、うん、しっかりせんとあかんなって思うんですよ。思います思います。経営者は本当もう急がなきゃ、うんうんうん、急がなきゃ危ないですよっていう僕は思います。そんなこともわからないような会社には入りたくないとそうなりますよね、はい、そうです か, 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 か思考力とか判断力とか決断、うん、表現力がある人たちが入ってくるわけですから、はい、先輩や経営者を見てなんだこれ失望しちゃうわけです、はい、そうならないよ、ね、各中小企業、うん、なんかこう社長からアドバイスいただきたいんですけど、こう中小零細企業で、まあ、大体がこう経営者の方が SDGs をもうちょっと強化したいなんてことを思うんですけど、はい、どういうふうに社員の方々と一緒にねこう巻き込んでできることを取り組んでいく、うん、なんか秘訣ってありますか。
どうでしょう、社員は社員で、はい、それを知るきっかけがどっかであったりするかもしれないし、はい、それをなんかみんな集めて SDGs はなんてやってると、いや SDGs はやるぞとかって掛け声出すと僕はマイナスだと思います。逆に引いちゃいますか。引かれたり、うん、またなんかめんどくさいことやらされるの、そっかそっか、押し付けられる感が、はい、うん、あのトップダウンでやっちゃいけないと思うんですよ、はい、なるほど。僕はトップダウンで やると必ず引かれてしまう、うんうん、必ずそういう人たちが出てくる、うん、でそういう人たちにあのが勢力になって抵抗になってしまう、はい、絶対やっちゃいけないなと思うのはその押し付けでやっちゃいけない、はい、でみんなで共感してこれって同じ人間としての同じ共通テーマだねって分かってもらえるような時間をかける、うん、ああいいな、そっか、ギガって俺ら関係ないわけないよなってっていうのを普段から理解してもらえる、理解し合えるようなことの情報共有をしていく、そっかそっかそっか、その情報共有するのが必要だと思うんですよ。そうですね、僕はこんな記事見たぞっていう、うんうん、それでこんなこと感じたぞっていうことを情報を伝える、はい、うんうん、そんなとこからコツコツやっていかないと、うん、そうか、結局だから社内コミュニケーションも取れないのに、いきなり SDGs バーンって看板持ってったって絶対社員はまたなんか社長言い出してるぞってなるわけですよね。そうですそうです。だから社長はこんな人ですっていうコミュニケーションを日頃から取ってれば、あ、なんか社長の言うことだからちょっと聞いてみようかなっていう、その結局そうですよね。そうだと思いますやっぱ風通し大事と。そうですね、いうところですよね、はい、いろんな面でですね、社長、清水社長も SDGs の、 あの取り組みをしてるんですけれども、はい、先日あの SDGs の企業メジャーグループの会議みたいのがあってね、はい、ある方が企業の変革なくしては SDGs の達成はありえないんだということもおっしゃってましたから、はいはい、これはもう我々も同感ですよね、社長ね。本当に同感ですね、うん、社会の全体を変える、うん、はい、のは企業だと思いますね、うん、企業、そして働く環境、それと働いてる人たち、はい、うん、その全員が変わっていかないことには、はい、この達成を目指していかないことには達成は難しいだろうなと思いますね。そうですよね、だからいろんな要素が企業の変革に入り込んでいるってことなんですよね。そうですね、はい、非常にいろんな世代を巻き込む組織として、うん、まあ、非常に多角的な視野を持っている一つの組織が企業と、はい、ここをまずいじれば、うん、ある程度進む可能性あるよねっていう期待を込めて言ってるんですけどね。そうですね、うん、はい、いやでも本当いろいろ伺ってきたんですけれども、はい、まあ最後にですね、清水社長のこれからの活動についても伺いたいんですが、はい、本当にあの SDGs 関係のみならずですね、まあ、様々な所属している団体、企業体などでも取り組みをやってらっしゃいますけど、はい、なんか最近これから力を入れていきたいことが終わりになると伺いました、はい、はい、私北海道中小企業家同友会、はい、産学官連携研究会、はい、ホープという会の代表を務めさせてもらってるんですけども、 その会の中で、3月4月6月の、はい、連続した5月だけちょっと抜けますけど、連続した3回の例会でジェンダー平等とは何か、うん、ジェンダーについてしっかり学ぼう、その中で、人権についてしっかり学んでいこうかなと考えてます。へ、まあ、コロナ後の新たなその世界で生き残る企業とは必要な情報のアップデートをしてもらいましょうと。生き残る企業のとはどんな企業なのかを、はい、情報をアップデートしてもらいながら、ダイバーシティ化だとかジェンダー平等だとかを、うん、その中で理解をして みんなで理解を深めていこう、うんうん、というふうなことを考えてます。でその中にはどういう会でが言っている人を生かす経営、はい、で僕はもうこの中にこの文章をつけてくれってことを事務局に言ってるんですが、はい、まだOK もらってませんけどなんでの人を生かす経営と人権尊重はイコールか、うん、ということを入れてもらうことを今日メールでお願いしてます。結構切り込みましたね、はい、これは、それぐらい経営層が人権尊重をしっかり根源から理解しないことには、社会で起きてるセクハラ、まだ起きてるセクハラとかパワハラだとかもなくならないでしょうし、いろんなその障害だとかいろんな立場の方たちのことも考えることができないでしょうし、
女性活躍とかって言われてますけども、はいはい、働きづらい環境の女性の方たちのことを考えれるでしょうか、うんうん、とそういう視点から僕らはその切り口でホープでこういう勉強会をしっかりやっていろんな方に来てもらいたいなと思ってます。これ、ホープという会ですけども、はい、ズームであれば、はい、どなたでも参加できますんで嬉しい、はい、これはじゃあどういう会のホームページなどを見ていただいた方がいいですかね、はい、そうですね、中小企業同友会のホープの、はい、HOPE の、はい、SNS もありますし、はい、Facebook もありますし、ホームページもありますのでそちらで紹介、2月上旬には、はい、3、4、6 の、 例会の案内をさせてもらいたいと思ってます。ぜひ私も聞かせていただきたいと思います。あともうちょこっと自分からどうぞどうぞ話題提供というかどうぞ今年新たに取り組む事業があります。はい、何だろう。農業を始めます。農業を始める予定で今準備してます。なんでまた。これはですね、僕が5年前に社員の前で宣言したんですけど、はい、退職しても元気だったら働ける場所を作りますと。おお。っていう宣言をして、はい、65歳になっても元気で働ける人は働きたかったら働ける場を作ると。それを農業全天候型の水耕栽培の農場を作って、はい、その中で働いてもらう。そこには高齢者とか障害のある方とかあと働きづらい環境にいる方たちに活躍できる場をそこで作ろうと思って、あららら、ら農業に入る予定で今準備しています。それ理由はじゃあ雇用の確保なんですね、ある種の。そうですね、活躍できる場を作る。何か事業の新しい分野にっていうよりもまずはいろんな方がしっかりと働くステージを多様に作るんだと、うん、はい、もう一つはやっぱり無農薬というのもありますけど、もう一つは全天候型、それと気候変動に影響を受けない、こういう意味合いもあって、自分、できるだけ自分の食べるものは自分たちでっていうのを、はい、これから社会というか未来は考えなきゃいけないだろうなって、というのもあってこういうことを取り組もうと、やりますか、5年前に決めて今コツコツやってます。すごいですね、それは。はい、ちょっと思いもよらないサプライズ発言で私びっくりしてますけど実はもう一つあります。もう一つどうぞ。すごくです、すいません、まだある。うちの部品は成田の、はい、業者さんに預かってもらって、はい、そこから日本中にデリバリーしてもらってます。成田にあるんですね、倉庫が、はい、倉庫が成田にあって、はい、そこの業者さんに入出庫を全部お願いしてるんですけど、はい、そこの規模を大きくして、で倉庫の中を自動倉庫化して、うん、人の動きを省力化することで、はい、そこの労働生産性を上げて、ええ、サプライチェーンである取引業者さんがしっかり収益を上げれるように自動倉庫を導入して、そういう取り組みをしようと思ってます。倉庫を建てて自動倉庫を導入してシステム化を図って、で一気に DX を走らせていこうと。すげえ。じゃあ人が探すんじゃなくてボタン1個でバーンって部品が出てくる、はいはい、そういうことをやっていかないことにはそこの会社の取引業者さんの省力化ができ な,、うん、できなくて、はい、働く環境も良くなっていかないの で,、うんうん、でサプライチェーンでやっぱり働く環境を良くしていかないと、うんうん、自分のところだけ良くたってやっぱり良くない、はい、そういうその取引先っていうことでなくサプライチェーンの中で良くしていくっていうことを今年それも やる準備で今動いてます、2つ事業動いてます。なので今すごい10足のわらじで動いてます。いやお忙しいところありがとうございます。いや本当に皆さんぜひですね、北昇さんこれホームページご覧いただいてね、北に飛ぶでございますからね、北昇、北昇で検索をしていただいて、ホームページもぜひ覗いてみてください。ちょっとびっくりしましたねちょっと本当にびっくりしましたけど、最後になりますが、まあその新しい事業も含めてこれからの抱負を最後にSDGs の取り組みも含めて清水社長に最後一言いただければと思います。はい、コロナ禍で大変に、な思いをされている方たちがたくさんいらっしゃると思います、はい、でそういう中でもきっと明日は来ます。でそこで絶対に諦めないでもらいたい。事業だけではなく生きるということに対しても諦めないでもらいたい。必ず手を差し伸べてくれる人たちはいるし、
そういう場は社会にはたくさんあります。それを見つけ出してもらいたい。僕もそういうところに対して少しでも支援をさせてもらうことを続けていますので、そういうところを探し出すことだけは忘れないでもらいたいなと思います。ありがとうございます。もう本当に誰一人取り残さないの理念に立脚して実践してやってる、多分北海道でも数少ない経営者の一人だと僕はもう尊敬しておりますけれども、4回にわたって株式会社北翔代表取締役清水親幸さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。